グレートバリアリーフはオーストラリア大陸北東岸に広がる世界最大の珊瑚礁地帯。漢字表記は大保障。波10度から24度にかけて広がり、2600km を超える長さに2900以上の暗礁群と約900の島を持ち、総面積は34万4400平方 km 以上となる。地理的な位置は、 クイーンズランド州沿岸の珊瑚海に存在する。国際連合教育科学文化機関により1981年に世界自然遺産として登録され、人気の高い観光地でもあるが、発火現象による珊瑚の死滅が著しい。グレートバリアリーフは宇宙空間からも確認できるほど広大であり、生物が作り出した単一の構造物としては世界最大である。 しかし、その生物とは微小なサンゴやポリップ等の有機体であり、これらが数十億集まって形成しているサンゴ礁そして、この暗礁は、生物多様性を支える重要な役目を持ち、1981年に世界遺産に登録された。1997年、CNN は、グレートバリアリーフを、7大世界の教自然部門の一つに挙げ、 クイーンズランド州のナショナルトラストは州を代表する象徴に認定した。暗礁のかなりの部分はグレートバリアリーフ海洋公園に指定され、漁業や観光など人間の行為が及ぼす影響を制限している。ただし、表面流出や気象変動による産後の発火現象、鬼人での異常繁殖など生態系に打撃を与える環境変化が発生している。 これらへの対策も取り組まれており、その統合沿岸管理は先端的な事例にも挙げられる。だが2021年には危機遺産に認定すべきかどうかが議論されるほど環境悪化が続いている。オーストラリア先住民族のアボリジニやトレス海峡、諸島民たちは1万5千年前から長くグレートバリアリーフと共生を続け、彼らの文化や精神に多大な影響を与えてきた。 ヨーロッパ人移住後は1770年のジェームズ・クックなど探検や調査が進んだ。1960年代にはクレートバリアリー風ーでの石油区施策が認められたことを契機に賛否の論争が起こり、1970年代からは保護に向けた検討が始まった。近年は観光地としても著名となり、特にウィットサンデー諸島やケアンズ地区が知られる。 観光収入は年10億オーストラリアドル、または経済効果として年60億オーストラリアドルと推計されている。グレートバリアリーフのクイーンズランド州、海岸部衛星写真。エアリービーチとマッカイを含む箇所。グレートバリアリーフは、グレートディバイディング山脈地域の顕著な特徴となっている。小さなマレー島をその中に含んでいる。最北端の島である。 ブランブル系とパプアニューギニア南海岸の間のトレース海峡から最南端のレディーエリオット島とフレーザー島の間の名もなき海峡まで続いている。レディーエリオット島はブランブル系から南東に直線距離で 1915km の位置にある。約900の島のうち600は大陸起源、300はサンゴ礁を起源とする。新生代以降、オーストラリア大陸は 年間7センチメートルの速度で北へ移動している。大陸東部は隆起を続けた時期があり、クイーンズランド州に長さ400キロメートルにわたる分水海を形成した。この時期、活発な火山活動や玄武岩流が続き、花崗岩が露出した部分によっていくつかの島が形成された。そして、構造盆地が形成されると、ここにサンゴが進出し始め、後のサンゴ海となった。 しかし、約2500万年前頃まで、クイーンズランド北部は温帯水域であったため、サンゴが繁殖するには、海水は冷たかった。ここから、グレートバリアリーフの形成は、複雑な経路をたどる。やがて、クイーンズランド水域の気候は熱帯へと変わるが、同時に、海深の変化も起こり、サンゴ礁の成長と水帯に影響を与えた。サンゴは、直径で、 年間1から3センチメートル成長するが、垂直方向の成長は年1から2 5センチメートルにもなる。しかしこれには日光が欠かせず、そのために深度1 5 0メートル以上の場所では成長は難しい。クイーンズランドの海岸が2400万年前に熱帯気候となった頃、一部にサンゴの成長が始まったが、グレートディバイディング山脈の侵食によって、 堆積作用が始まり、三角臭や海盆域及びタービダイトが形成され、それらはサンゴの繁殖には阻害要因となった。一千万年前には蓄積した大佐が水深を下げ、さらにサンゴの成長を邪魔する土砂が被りにくい大きまで体積が進んだ。ただし暗礁となるには基盤となる部分へのさらなる体積が必要だった。40万年前には魔氷期が訪れ、 浅い海の海水温度は一時的に摂氏4度ほど上昇したグレートバリアリーフ南部産後海にあるヘロン島現在のグレートバリアリーフを形作る基盤となる地層は古い暗礁や火山の名残などを含む海岡の上にグレートディバイディング山脈からの堆積物が重なった海石海岸平野である共同リサーチセンター内の産後省リサーチセンターは 50万年前の産後骨格による交渉を発見した。グレートバリアリーフ海洋公園管理局は、初期の暗礁は60万年前頃から形成が始まったという見解を述べ、現在生育している産後群はその上に約2万年前から成長を始めたと考察している。オーストラリア海洋科学研究所もこれに同意し、成長開始の時期は最終表記最盛期にあたり、 海深も現在より120メートルほど浅かったと述べている。2万年前から6000年前にかけて、海水準変動によって海面は上昇した。これに伴い、サンゴは海岸平野上でより高く成長した。1万3000年前の頃、海面は現在よりも60メートルほど低く、その頃には海岸平野の球場部は大陸島となり、サンゴの繁殖はその周囲で起こった。 海面が上昇に転じると大陸島は水没し、サンゴは海球場全体で成長するようになり、現在の小島や暗礁へと成長した。約6000年前から今日にかけての期間、グレートバリアリーフ周辺では海面上昇は起こっていない。CRC サンゴ礁リサーチセンターは、現在生育しているサンゴは8000から6000年前にサンゴ礁を形成したものが絶滅せずに、 繁殖しているとの見解を述べた。リーフ形成当初のサンゴ礁と似た古代の保礁は西オーストラリア北部のキンバリー地域で見ることができる。世界遺産に登録されたグレートバリアリーフの地域は70のエコリージョンに分けられ、うち30はサンゴ礁のエコリージョンである。北部にはリボンリーフや三角集大石礁が形成されているが、それ以外の地域には 動詞のものは見られず、干渉は存在しない。また、サンゴ礁がオーストラリア大陸と接触している部分もほとんどない。巨礁は広く見られ、特にウィットサンデー諸島のような島と接触して形成されたものが南期で、特に顕著である。礁庫を伴うサンゴ礁も南部で多く、北部でもプリンセスシャロット湾沖などで発達している。 中部域で最も一般的な形態は、リザード島周辺などのような三日月省であり、グレートバリアリーフ海洋公園最北部や南20から22度のスウェーン省などでも確認される。面上章は、ヨーク岬半島及びプリンセスシャロット湾からケアンズまで広く分布し、リーフ内の多くの島で発達している。ケアンズ近郊のフリンリーフで見られる色とりどりの、 サンゴ類グレートバリアリーフは、気球種や、絶滅危惧種などに相当する固有種と、多くの生命にとって、安住の地でもある。グレートバリアリーフの青ウミガメクジラやイルカなど30種が、グレートバリアリーフで確認され、その中には、ネズミイルカか、ミンククジラ、薄色イ,イルカ族、ザトウクジラ等も含まれる。ジュゴンの個体数も多い。ウミガメの仲間は6種類。青ウミガメ、オサガメ、 タイ,マイ、アカウミガメ、ヒラタウミガメ、ヒメウミガメが見つかっている。青ウミガメは、集団遺伝学検知から2種類に分けられ、暗礁の北部と南部にそれぞれ生育している。海藻は15種あり、魚類の生息域となり、ジュゴンやカメを引き寄せる。最もよく見られる海藻の属は、ハローヒラとウミチグサ属である。暗礁近郊の海岸線にあるマングローブや、 潮沼では、イリエワニが生息する。巣についての報告はなく、海洋公園では、海星ワニは広範囲に生息するが、各個体は、孤立気味である。サメ、赤いイカ、ガンギエイ、ギンザメメは125種が暗礁で確認されている。軟体動物は5000種近くが確認されており、オオシャコガイや多様なウミウシ、イモガイカなどがいる。イシオジは49種。 タツノオトシゴは9種が確認された。東部では少なくとも7種のカエルが生息する。鳥は215種。この中には22種の海鳥と32種の海岸線に住む鳥を含み、暗礁を巣やネグラの場にしている。その中には、シロハラウミワシやベニーアジサシも見られる。ほとんどの映像は北部、または南部の島で行われ、140から170万羽が、 繁殖する。また、グレートバリアリーフの島々は知られているだけで2195種にも、上る植物の生育地となっており、固有種も3種が見つかっている。北部の島々に茂る300から350種の植物は樹木が多く、南部の200種は総本中心という傾向がある。ウィットサンデー地区は最も植生が豊かな場所で、1141種が根付く。 植物の電波には鳥が貢献している。海蛇川17種が水深50メートル未満の暖かい海水の領域に住み北部よりも南部でよく見られる。世界遺産登録区域の海蛇には固有種は見つかっておらず絶滅の器具もない。フリンリーフのストライプドフィンサージョンフィッシュ魚は千五1500種以上が暗礁で生活し、熊野やバラフエダイ。 レッドスロートエンペラー、数種の増え大化やコーラルトラウトなどが知られる。49種が塊で産卵するが、他の84種は放卵を行う。ホヤの仲間は少なくとも330種が、水深1から10センチメートルの暗礁に生存しており、外行動物は300から500種がいる。サンゴは約71族400種。石サンゴの仲間も海と坂の仲間も見られる。 ほとんどが配偶種で生殖する種類であり、春や夏の水温上昇や月齢、および日周期の影響を受けて、配偶種を一斉に放つ行動をとる。グレートバリアリーフでは10月に、満月の後の週に、これらが見られ、ショーの外では11月や12月に行われることも、ある。通常の海と坂は36種が生息する。海藻や海草は500種が暗礁で生育し、その中には、 石灰室上に長さ100メートルにもなる群を作り、その様子がタウリンにも被されるハリメが13種もある。グレートバリアリーフの海面温度と産後発火現象の状態。気候変動、公害、鬼人での繁殖、漁業がグレートバリアリーフの健全な状態に与える脅威は大きい。他にも海難事故、石油流出や台風も無視できない。 原生動物が引き起こすサンゴの骨格を侵す骨侵バン土症や汚染へ影響するサンゴ感受精は31種のサンゴに影響を及ぼしている。サンゴ症研究のためのアークセンターの報告書によれば現在北部地域でサンゴの67%がサンゴ症の最悪の被害を受けて死亡したことが明らかになった。グレートバリアリーフ海洋公園管理局は リーフにかかる最大の脅威は、サンゴの発火現象を引き起こす気候変動だと捉えている。1998年、2002年及び2006年の夏に海洋温度が上昇して大規模なサンゴ発火現象が生じたが、このような事態は毎年起こり得るものと予想されている。気候変動の影響はこれらに止まらず、魚が生息区域を変えてしまい、 その結果として捕食性海鳥のヒナの死亡率が上昇するような問題も生じる。また、生息数の変化は、ウミガメの生態域にも変化を及ぼす。グレートバリアリーフが直面する別の脅威には、郊外と水質汚染がある。北東オーストラリアの河川は、熱帯性の洪水を起こす。これによって、サンゴ礁に汚染が広がるが、 この減少の90%は農場における表面流出が要因である。そしてその背景には過剰放牧、肥料や殺虫剤の過剰使用がある。土壌流出問題は自然の沈殿物体積とフィルターの役割を担っていた沿岸部の湿地現象も白車をかけている。この水質低下は光や酸素を求める藻類の競争を厳しくさせる。 鬼人での一種鬼人では、サンゴのポリップを餌とする。これらの人での数が多いと、サンゴ礁は荒らされることになる。2000年に起こった大発生では、RRC の研究で調査された、サンゴ礁の66%が失われていた。このような大発生は、水質低下や人での天敵を乱獲したために、自然のサイクルが狂わされて起こると考えられている。 オーストラリア北東は沿岸漁業が盛んである。ホラガイなど、キーストーン種の種族維持が困難になるほどの乱獲は、サンゴ礁の食物連鎖機能を混乱させる。漁業そのものも、船舶による水質汚染、イルカやカメを混獲してしまうこと、トロール網やイカリ及び漁網による生息地破壊などを引き起こす。2004年中頃、グレートバリアリーフ海洋公園の約 3にあたる領域で、釣りも含む、あらゆる生物の移動行為が、許可なしでは認められなくなった。グレートバリアリーフを航行する船舶が起こす事故は、差し迫った事態である。暗礁内を通過する航行は簡単ではないが、船が不調をきたしているような際、修理をするまでは、リーフ内を通る方が安全と考える操船者は、多い。このような要因から、 判明しているだけでも1600隻以上の船がグレートバリアリーフで座礁などを起こしている。2010年4月5日に起こった新能1号の座礁。2010年4月3日には石炭専用船新能1号がダグラス浜沖の浅瀬に座礁し最大4トンの油が流出して産後礁に損害を与える事故が発生した。これは制限海域内であるにもかかわらず 最高速度で浅瀬に衝突して座礁したもので、4日未明に燃料油約950トンの一部が流出する事態となった。これにより海洋汚染やサンゴ礁を損壊する恐れが懸念された中和剤の散布により、重油の被害自体は最小限に食い止めたものの、サンゴ礁には幅250メートル、長さ3キロメートルにわたって引きずられたような傷が残ったほか、 海洋生物付着防止用の有害塗料が、剥がれ産後に付着しているのも確認された。この事故で4月14日には、船長と一等航海士が、連邦警察に逮捕されている。グレートバリアリーフを古くから知っていたアボリジニや、トレス海峡諸島民は、長く利用してきた。アボリジニアはこの地域に約4万年前から、トレス海峡諸島民は、 1> 約1万年前からこの地域に居住し、70ほどの部族を形成した彼らにとってリーフは文化を特徴づけるものとなっていた。1768年、ルイ・アントワールド・ブーガンビルは探検の最中に、グレートバリアリーフを発見したが、特にフランスの領有を主張することはなかった。1770年6月11日、艦長、ジェームズ・クック率いるエンデバー号が、 リーフで座礁する事件を起こした。船は大損害を被ったが、道潮に合わせて引き上げに成功し、最終的に脱出した。リーフで起こった最も有名な海難事故の一つに、1791年8月29日のパンドラ,ランパ沈没があり、この時は35人が犠牲となった。1983年以来、パンドラはクイーンズランド博物館で展示されている。 グレートバリアリーフには干渉が全くなかったため、その全貌は19世紀までほとんど知られていなかった。この期間、いくつかの島でグアノの堆積物の採掘が行われ、レイン島のように作業を行うための標識として、灯台が建設された。初期の暗礁研究は、1922年のグレートバリアリーフ委員会によって開始された。サンゴに張り付いた青 観光では時に美しい自然に触れる機会を得られる。王立委員会がリーフでの石油採掘を禁じ、1975年にオーストラリア政府はグレートバリアリーフ海洋公園を定めて各州の経済活動を制限したが、それは全地域を包括してはいない。公園はクイーンズランド州政府との協力のもと公園管理局が 継続的に保てる節度を持った利用を保障する。そのために、ゾーニング、管理計画、認可、教育、エコツーリズム証明などの省令を組み合わせて、産後省の維持管理に努めている。1999年に、オーストラリア議会は、国家の自然環境保護に関する法律を改定し、地域の生物多様性を優先するガイダンスを規定するように定めた。 環境保護を生物多様性の保全に関する条例を通過させた。この条例の施行は海洋の生物学的地域計画実施につながった。この計画では海洋環境において各々の,の,の種が全体の生態系の中でどのような相互作用をもたらすかを検討することによって海生生物の多様性を保存することが目的とされた。この過程には2つの段階があり。 第一段階では5カ所のそれぞれ独立した海洋地域で保護する優先順位を見極めることであり、次の段階ではオーストラリア国家が指定する海洋保護地域体系に加える適用海域を明確化することである。陸上の保護地区同様に海洋地区でも生物多様性が何世代にわたって保護されている状態を作り出す。海洋保護区は オーストラリアニュージーランド環境保全評議会によって作成された国家による海洋保護地域体系創設のためのガイドラインに書かれた基準をもとに設定される。このガイドラインは連邦水域の海洋保護区に対する国家的地域体系の設立に関する目標と原則に要約され、オーストラリアの国策として地方にまで認識され、実行される。 これらの政策が適切に実行される中で、海洋保護区は、それぞれの情報が慎重に評価され、慣れ寸波に加えられる。これらの優先順位は、人間や環境が与える脅威の度合いを基本に設けられ、海洋の地域生態系計画が、この優先順位に基づいて策定される。異なる領域の優先順位設定には3つの方法が用いられ、まず最初に、 地域生態系の概略が作成される。次に地域生態系計画が立案され、3番目にこれがまとめられる。これらの計画はまとめられた後でも他の地域に脅威となるような影響を与えるような場合には政権が加えられることがある。ケアンズセクションのエイジンコートリーフ2001年、グブランパはグレートバリアリーフにおける水質悪化に関する報告書を発表し、 この問題の重要性を解説した。この報告ではリーフの水質改善に向けてオーストラリア国政府とクイーンズランド州政府が共同して主導性を発揮する点に重きを置いている。2003年には国と州は流入する水の質工場に着手した。過去150年間開発による水質悪化は産後発火現象や 藻類の異常繁殖及び農業汚染の原因となってきた。これらが気候変動に抵抗する産後症の活力を削いでいた。以前からの法律、法令65項目を組み込んだ計画は2003年10月に実行に移され、当面の目標は2013年までに水質悪化を食い止めて工場に展示させることに向けられた。これにより2020年までに 水質改善を成し遂げ、リーフの健全な状態へ及ぼす悪影響を除くことを目指す。これらは流入する水質汚濁物そのものの減少ときれいな水が流入することで暗礁内の自然な浄化作用を復元させ維持する効果を期待している。上で挙げた目的達成のため、この計画では汚濁物発生源を単独の場所に求めず面的な対策に焦点を絞った。 特に農業で使用される肥料、殺虫剤を呼び発生する流層土砂を重視し、都市から生じる面的な発生源は別の法律で制御した。この計画は2009年に更新された際、それまでの対策が正しい方向に進んでいると評価した。更新後の計画では、効果の優先順位を重視し、産業界や共同体と連携し、 新しい政策と規定の枠組みを具体化するという試みを明記した。ここでは、達成状況の評価、新しい目標を設定、責任の明確化、監視と査定方法の改良が行われた。これによって、改定時点で65の目標のうち41が達成され、18の進展が途上にあり、6は不十分な進捗状態にあると判断された。 2003年改定のポイントは、リーフクオリティパートナーシップの創設であり、目標設定と進捗管理を行って、土地所有者が行った改善に応じた、賃貸拡充など報酬を得られるようにすることを定めた。ウォータークオリティインプルーブメントプランでは、地域の目標設定を行い、必要な管理体制の改革を明瞭にした。ニュートリエントマネジメントゾーンの設定では堆積物の 除去を推奨する地区を設け、収穫と持続的農業を助成する教育プログラムや土地管理手法の改革などは、ファームマネジメントシステムと実務に関する規約を通じて実行する。クイーンズランドウェットランドプログラムや他の研究成果はすでに産後省に流れ込む水の質を向上させる成果に結びついている。また、それぞれの計画が水質に どのような影響を与えているかを評価する科学者の特別委員会も設置された。彼らはそれぞれの計画は目標に達しているが、気候変動に対するグレートバリアリーフの回復力向上に水質改善の効果が及ぼしたという証拠の確認は不十分だという見解を示した。2008年のリーフォーカスサミットでも詳細な報告がなされ、同じ結論に達した。 これを受けて、国や州を含む複数の団体にわたる利害、関係者による検討会が設置され、目標や達成点の更新が行われた。更新計画では、分野と活動内容に対する重点戦略が組まれ、2013年の達成を目指した。また、目標達成の評価を行うため、定量的な数値が設定された。例を挙げると、 沈殿物中の窒素とリンゴを2013年段階で50%まで、2020年段階で20%まで削減することが盛り込まれた。また、計画には土地所有者が習得すべき牧草、土、肥料及び化学物質を管理する技能の段階を概略で定めた。さらに、水質改善に寄与する土地利用法の枠組み構築を助ける概略計画を実行する。 取り組みのいくつかに対する援助が含められた。これらの手段で国と州は2013年までに水質向上を期待している。そして2013年の報告には未来に向けたさらなる水質と野生生物の生育環境向上を実現するために何をなすべきかが盛り込まれることになる。2004年7月海洋公園内に新しいゾーニング計画が実施され、これは 海洋生態系保護の新しい世界的な標準となるものと評価された。このゾーニングはマルクセンソフトウェアを使用して策定された系統的保存計画手法で設けられた。これによって変更された特に重要な保護区域が占める面積は4.5%から33.3%まで大きく増やされ、当時としては世界最大の海洋保護区となった。 ただし、2006年に、これを上回る規模のパパハナウモクアケア、海洋ナショナルモニュメントが設定された。2006年に報告されたレビュー、1975年のグレートバリアリーフ海洋公園条例では、ゾーニングは、今後2013年までは手をつけるべきではなく、珊瑚礁の健全性、管理状況及び環境の圧力について調査し、5年ごとに査読を受ける。 報告書がまとめられ発行されることを提言した。査定では、証拠をより明白にするための評価基準が準備されており、これによって判断され点数が与えられる。報告書はそれぞれこの評価と採点を経て、過去に遡った過程を追跡することができる。グレートバリアリーフで大社古街を見物するダイバーたち。類いまれな生物多様性を持つ上に、暖かく、 ライブアボード等を用いた利便性が高い海域でもあるため、グレートバリアリーフは非常に人気がある観光地であり、特にスクーバダイビングは好まれる。観光拠点はそれぞれにプランを提供する便利なウィットサンデーやケアンズになり、この地域は海洋公園の7%に相当する。クイーンズランド周辺岸では日帰りのボートツアーを企画する都市も多い。また、 リゾートを提供する場所は、初期に開かれたレディーエリオット島など27の島や沿岸がある。国内旅行では1996年の時点で、ほとんどを取り込み、特に冬の時期に人気を博した。1年あたりの観光収入は7億7600万オーストラリアドルに達した。二千三年には四十億オーストラリアドル、二千五年には十一億オーストラリアドルと、 なった観光収入は、同地区最大の産業となり、毎年200万人が訪れるようになった。しかし、これら観光事業が、グレートバリアリーフに悪影響を与えているのではという懸念もある。ボートツアーやクルージングが多く行われ、その機会も1日から数日間をかけるもの、船舶モディンギーからスーパーヨットまで多様である。グラスボートや海中点問題もあり、 ヘリコプター飛行も行われる。しかし断然の人気を誇るものは、シュノーケリングとスクーバダイビングである。これらは、平底のボートを使い、潜る場所は網で囲われる。水質が綺麗なリーフの外側が特に好まれる。観光事業は持続可能性に配慮して管理される。観光料金には、グレートバリアリーフの研究に使われる費用が加味、されており、 グブランパ総収入の20%がこれから賄われている。リーフの通行において、クルーズ客船や裸予選契約また闘病には、政権がかけられている。クイーンズランド州における、グレートバリアリーフの水産業は、年間10億オーストラリアドルの利益を上げている。創出雇用は、約2000人であり、さらにレクリエーションや、伝統的な自家消費用の漁業でも、 リーフは活用されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。344,400平方キロメートルは、オーストラリア海洋公園に指定された区域の面積。海洋区域面積は34万8,000平方キロメートル。グレートバリアリーフの環境ガバナンスより、ありがとうございます。